どうも皆さんこんにちは、リロイ太郎です。今回はリロイ太郎のインスタに上がっている松島幸太郎選手のモノマネ投稿の仕上げ作業の解説をさせていただきます。もともと使っている画像はズーム背景として一般に配布されているもので、今回はプロクリエイトというイラストアプリを使って編集を進めていきます。でユニフォームの色彩調整をまず最初にしました。なんでユニフォームの色彩調整をしなきゃいけなくなったかっていうと、もともとあった写真に比べて僕の写真は室内で撮影を完了させることができたので、その関係で影の部分が濃くなってしまっていて、で逆に白い部分が影が入って黄色く見えてしまっていたので、その黄色く見えてしまっているところに白を足して、影の部分は灰色を足してもう少し明るく見せるという作業をしました。で今このズボンの部分が折り曲がっている表現をしたかったので、折り曲がっている元絵に合わせてイラストで全部描いています。で体の角度の関係で少し太く見えてしまっていたので、そこもちょっと調節しました。ズルじゃないよね、うん、これは技術だから、うん、で肩のところなんですけど色彩調整をしてます。なんで肩のところの赤を色彩調整するかっていうと、この肩の部分と他の部分全体的に赤の部分がやっぱりね、色彩がねちょっと暗くなっちゃって影が入って、だからこの襟とか延長したりとかしています。で襟延長してる作業の流れでちょっとだけ腕が太くなってるんですけど、あれいつの間になったのって分かんない方は一回巻き戻してみたり、もう一回最初から見たら分かりやすくなってるかと思います。でこの甲冑の形になってるんですけど、代表ユニフォームは、この赤の部分の脇に金色の縁があるんで、金色の縁も描き足したりしています。で体をねじった関係でユニフォームの見えているとこ見えていないところがあるので、見えていないところに関しては全部イメージして描いてます。で細かいパーツの追加なんですけど、今回はユニフォーム以外にリストバンドやロゴなどを追加して、腕も少しだけ今太くなっているんです。で腕太くなってるんですけど、このその奥にある肩の部分がリストバンドを見せたいんだけど見えづらいよと思ったので、自然に見えているところを赤に塗りつぶすことによって、あリストバンドをしてるんだって見えるのと同時にシワも描き足したりしています。でプロクリエイトってアプリ自体のこのタイムラプス機能で解説するのは初めてなんで、ちょっとここまで全然うまくできてなかったら本当にすいません。でカンタベリーのマークがズボンにあるんですけど、この部分をもともと僕が履いてるズボンに合わせてやってしまうと少し上すぎてしまうので、ズボンの部分も延長してます。で中に履いてるタイツも見えやすくして、でタイツの大きさに合わせて自分の太ももを、コピーすることによって太ももを少し太く見せてから、これをまた角度調整をして少し外側を削って、元々の選手の足の角度と合わせることをしています。で背景とかなんですけど、松島幸太郎選手の背景を自分なりに書き直してます。で細かい、もともと何も被ったりしてないとこはいいんですけど、他の部分は書き直してます。でこの後髪型の調整をしました。で松島幸太郎選手に比べて僕髪の毛が少しテンパで柔らかいので直毛じゃないんで、本人に合わせるために、髪の毛を直毛に見せて前髪も実は足してます。でこの後にやったのが襟元のサイズの変更か、襟元のサイズの変更なんですけど、なんで必要かっていうと、僕が着てるユニフォーム見たら細かく見たら分かるんだけど、選手が着てるユニフォームとちょっと違うバージョンのユニフォームなんで、だから襟元の調整をしました。でその後光と影の追加をここでしたんだ。で光と影を調整したっていうのは、この顔もそうだけど首のとことかも全部白を重ねて、それをぼかすっていう作業をすることによって、室内で撮ってるんだけど外で撮っているような光加減を追加しています。自然に見せるために馴染ませるっていう風に考えた方がいいかな。でこの後、腕も同じように、血管や筋肉の形に合わせて光を足して、影ができてる部分、光が当たってる部分っていうのを表現をしてます。でこの手のひらの作業なんだけど、こう手のひらがマジで楽しかった。手のひらってこういう風に描いたら綺麗に光が当たってる風に見えるんだなっていうのの勉強になったんで、すごい楽しかったです。で今回の動画に関しては第4弾なんで、実はこの前にも3つほど作品があるんで、そちらのタイムラプスもこれが評判良ければ上げていこうかなと思ってます。で光と影の調整追加っていうのはまだ続きまして、この太もも、奥に見える太ももも少し影が強すぎて筋肉が見えづらかったので、オレンジに近い茶色を足すことによって、筋肉が少しでも浮き上がっているように見えるようにしてます。結局塗りつぶしてるから黒のままでいいんじゃないのっていうかもしれないけど、こういう細かいところをやりたくなってしまうっていうのが、なんていうか子供の頃の癖で、今靴下も追加して描かれてます。でカンタベリーの位置を調節したら、ズボンの細かいところの修正
生は終わりです。でこのように、今このねなんつうの体をねじった結果見えてるシワの部分とかも全部描いてます。絵で描いた後に胸のカンタベリーのマークが多くなりすぎていたのでそれを消して色合いを足して影が濃くなりすぎているところには同じように白を足して仕上げが終わりました。で松島幸太郎選手のイラストに僕が足した最初の画像はこちらです。でこちらの写真がこのように変化したという形になって完成になります。いやー大変だった。でこのようにいろんな、ね、作品上げてますけどぜひともチャンネル登録、高評価コメントなどお待ちしてますので今後の励みになりますのでぜひとも応援よろしくお願いいたします。というわけで今日はここまで。チャオ。